シネマサロン映画業界ヒットの裏側。皆さんこんにちは、シネマサロンです。本日は雑談コーナーをお送りします。じゃあいつものように質問からいきたいと思うんですが、なんかまた一気に質問が増えてきた感じがありまして、いいじゃないですか、雑談講談を賑わいで、はいはい、雑談ファンもたくさんいらっしゃるみたいなので、早速ですが、はい、実現するといいなと思った映画の企画、これ言ったよね、前2週ぐらい前に行ったばかりで、その時に石川純の強風機の話もしたし、川上博美さんの蛇を踏む、多分違う方がおっしゃったんですけど、ね、とあとなんだっけな、もう一つは何かの話をしたような記憶ある。私は何はともあれの話をしました、ね、何はともあれ、あの大阪の環状線の走り屋の話で、あなるほど、そんな走り屋の迷惑のやつらの映画なんか出資できるかいっつって、あ断られたの、テレビ局に断られて、でそれないとやっぱちょっと予算が低予算だといいもの作れないなと思って断念しましたね。僕あのテレビドラマのスピンオフで映画化してほしいのは向井理さん主演の風の一兵衛を映画化してほしいなと思います。どんな、いや時代劇で風の一兵衛っていう剣客の、なんだろう、渡りそろばん侍の話なんだけど、それ、NHK でずっと放映してたんだけど、で一回スペシャルドラマも作ったんだけど、正月向きにね、ゲストあのなんだっけあの人寺尾明さんで、であれ映画化してほしいな。まあでも客あんま来ないだろうなと思うんだけど、ぜひ見たいなと思います。それ自分で企画して頓挫したものとかはないんですか。自分で企画して頓挫したものないですね、まあ、もしくはそのチームとしてアスミックさんとして企画して頓挫したもの、頓挫したもんでやりたかったものはないですね、じゃああのね、昨今あの君たちはどう生きるかの宣伝をしない宣伝が話題になってますけど、実現するといいなと思った宣伝手法、宣伝方法で、ファーゴの時に、予告編で予告編で小池浅尾さんを使いたかったけどもう亡くなってたので、そのコロンボの2代目の人に石田太郎さんにやってもらったけど、まあ、小池浅尾さんだったらどうかなっていうのと、あとビッグリボースキーの時に予告編の声を、尾藤勲さんにやってほしかったんだけど、あの多分おやりになりたくなかったみたいで高額を言われて諦めたんだけど、あれをもし尾藤さんでやってたらどうかなと思ってますけど、ね、でもそんなに別にやりたい手法でやれなかったっていうものはあんまないかな。あの今回の君たちはどう生きるかみたいな、宣伝をしない宣伝っていうのは考えたことありますか。あれないですね。っていうのは僕はそんなあの人に言わなくても当たるかもしれない映画なんて手元に持ったことがないので、あの手がけないと手をかけないと当たらない映画しか僕の手元にはなかったんで、まあありえないですよね。だから全く考えないですよね。じゃあ仮に新海誠さんの新作だったらあり得るんですか、まあ、あり得るね、あり得るけれど宣伝はするよね、していかに宣伝しない宣伝に見せかけて宣伝するかを多分やりたがると思う。なるほど、宣伝をしない宣伝に見せかけた宣伝をしたい。一応内容的には、宣伝しないけど、盛り上げていく宣伝はするみたい な、 なるほど、そういうのをやるでしょうね多分ね、じゃあ次、好きな青春映画は。好きな青春映画、 T さんは何かありますか。青春映画の定義って、まあ、青春を描けば青春映画じゃない。だから、まあ、10代20代30代ぐらいまでの映画じゃないですか。うーん、今だとちょっと待ってください。佐藤さんは何ですか。これ怒られるかもしれないですけど、時計仕掛けのオレンジとか、誰に怒られるの。青春映画じゃねえじゃん。いやでも青春映画ではなくはないよね。あれ青春映画ですか。青春映画という解釈をしても間違いではないと思うよね。主人公ね、若者の暴走系ですから。若者のそのなんだろう、まあそうね、すさんだ若者の姿を描いてる映画っていうのは間違いないよね。あれは違うか。何、生意気シャルロットは青春。いや青春映画でしょ。あれですか、青春映画。青春ってこと。いやまさに青春映画じゃんだって、音あの音楽とか生意気シャルロットね、いいと思いますよ。そうね、
青春映画ね、あんまり僕頭の概念の中に青春映画というジャンルとして見てる概念があんまないと思うんですね。だから多分すぐにこう青春映画って言って浮かんでこないような気がしますね。なるほど。だから逆に佐藤さんのお答えはなかなか面白いと思いました。ありがとうございます、まあ、でもそれこそやられたトレインスポッティングとかはね、もう青春ど真ん中で、そんなに好きな映画ではないよね別にトレインスポッティング別に僕がやったわけでもないし、ね、まあね、はい、じゃあ次ちょっとまあこの視聴が終わるまでに考えてみたいなと思います。はい、好きな画家芸術家は割と好きなのは割とそのきちんと写実するタイプではクールベが好きです。そんで異能派としてはやっぱりルネ・マグリットが好きかな。マグリットね、T さんは。私はピーター・ドイルが好きです。シャコさんは。まあ俺はそのダリとかマグリットも好きですし、あとモダンアートが好きなんで、あのニューヨークで見たポロックはやっぱ本当すごいと思ったし、ポロックか、でその後日本でもねやったんで、それも見に行ってやっぱりポロックいいな、ポロックがいいんだね、なるほど。 でやっぱり芸術家だと、デュシャンとかはすごいな、マルセル・デュシャン、あれトイレ使ったの誰だっけ、デュシャンです。あれマンレーだっけ、デュシャンか、デュシャン、あれはデュシャンか、やっぱりものすごい驚いたし、便器ね、あれ面白い、ね、衝撃を受けましたね。じゃあ次、ラース・フォントリアレトロスペクティブを2023年今回開催されましたが、ご覧になった作品はありますか。いや今回の2023年は一本も見てないですね。 T さんは。ないです。まあやっぱ課題作見てるからなかなか、まあ、ただその中に出てる映画は見てますけどね、当然、ダンサイズ・ザ・ダークも入ってんだっけ、レトロスペクティブに入ってるのかな、入ってない、入ってなければ、あとは何だろう見てるのは、あのアンチクライスト入ってる、アンチクライストどうか、どれが入ってるかよく分かんないけど、多分彼の作品は6本か8本ぐらい見てると思うんだよね。俺キングダムと、今回の2023ではないですけど、キングダムと、あとなんだっけ、あの舞台劇みたいなやつありましたね。舞台劇どれだろう、あドックビルか、ドックビル、あドックビルは見ました、もっとなんかニコール・キットマンって言ってくれる、そうですね、それが出てこなかったですね、出てこないんだね、舞台劇が出てきちゃうね、そうなるほど、はい、じゃあ次、はい、テレビ映画がね、マイ・ビューティフル・ランドレットもテレビが曲が作った、まあ、テレビ映画っていうか英語で言うとテレビムービーですよね。これはだから向こうでテレビムービーとして作って、テレビ用に作った、もしくはテレビ用にも放映されたものが日本で劇場公開、もしくは世界で劇場公開される、これ結構多いですよね、でこのテレビ映画の買い付けはどうなされるんでしょうか。これは普通にその映画祭のマーケットで売ってたり、あとテレビのマーケットで売ってるのを買ってきたりして、上映券も売ってればまあ上映することはできますよね。上映券売ってないこともあるし、上映券売ってない時に付加で交渉して取れれば公開できるけど、いやそういう権利はないって言われちゃうと公開できないですよね。公開条件がつくことってあんまないですよね。それは逆にないと、逆にこっちが公開したいときに付加でもらえるかどうかということで、ただ問題は例えば音楽の権利のクリアとかいろいろ問題があるので、単にそういう音楽権のクリアをしてないからできないとか、まあいろんな形で断られたりするケースもあるし、当初から劇場公開も視野に入れてれば、あの上映権あの普通に売ってくれるケースも多いですよね。で今までだから大ヒット作で言うと、日本でやったんだと「上位」とかね、はいはい、あと何だっけ、「ザ・デイ・アフター」なんかはあの著名なテレビムービーですね。もともと日本であの土曜ワイド劇場始まった時に、いわゆる2時間サスペンスは日本のテレビムービーとして一応作られたんですね。だから劇場公開っていうか劇場のスクリーンで上映された映画もすごい多いですよ。例えば僕が見たのだと岡本喜八監督の幽霊列車とか、あと小林信彦監督のなんだっけな、秋吉久美子さんが出たちょっとタイトル忘れましたけど、あれを借りてきて上映したこともありますし、結構だから後に
テレビムービーっていうか、劇場でも上映できるテレビ映画として作られた番組は結構多いですよね。うん、まあ、最近で言えばそのコメントをされた方もお書きになってたように、まあ、なんだっけ、あの人の深田浩二監督の、はいはい、なんだっけ、なんとかの印とか、うん、あとなんだっけ、黒沢清監督のね、なんだっけ、あれとかも、うん、まあ一応テレビムービーという概念もあるかもしれないですよね、うん、でも本来はその劇場に再編集するんじゃなくて、まあ、基本的に、その取っ払いだけして上映できるっていうのが割と概念かもしれませんけどね、うんうんうん、はい、じゃあ次、はい、業界の怖い怪談話はありますか？あるんですか、そんなの。あの、あれみたいなやつ、女優霊みたいなやつ。そうそうそう、うん、ある。聞いたことはありませんか？いや、僕はないな。そういう本当にあった怖い話とかあるじゃないですか、すごいたくさん出てて、うん、いや、あのシリーズとか、うん、まあ、ああいうジャパニーズホラーたくさん作ってる会社の社長に、うん、全部やらせでしょとかって言ったら、いや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 とかって、やらせじゃないでしょ、うん、やらせとは言わないでしょ、作り物でしょ、うん、まあ、それならわかるよね、うん、ねえ、怖いとこ行ったってなんもないでしょとかって、まあそうですねみたいに。でも一箇所だけあった、うん、でそのなんとか村っていうとこは、うん、やっぱ本当になんかこう奇妙なことばっかり起こったらしいですね、ってふーんと思ったんですけど、うん、だから何百箇所って言ってて、うん、1箇所やっぱそこにあるんだって。で、俺は個人的に熱海の小学校で撮影したことがあるんですけど、うん、この話しませんでしたっけ、おなら、この話しませんでしたっけいや、聞いたことないよ今、おならしませんでしたっけって言うから、おならしてないなと思って。で、そこで撮影した時は、うん、あのロケバス、ワンボックスカーが、うんうん、まあ、駅からこうついてここで、うん、開けようとすると、うん、開かないんですよ、うん、ドアが、うんうん、で中からだと開かなくて、うん、スタッフ、他のスタッフに外から開けてもらわないと、うん、開かないことが何回かって壊れたんじゃないのって思うんですけど、うん、でもそこから駅に行くと全然平気なんですよ。うん、で、その学校から帰る途中に、うん、お母さんと娘が立ってるんですね、うんうん、でもすごい深い時間ですよ、うん、なんかトレーニングウェア着て、うん、でふっと見るといないんですよ、うん、あれ今のっていう。で、あまりにもそういうことがやっぱりそこではあったみたいで、うん、熱海市もその学校も貸さなくなっちゃった。へえ。他の撮影隊もなんかそういうのが結構あったみたいで、うん、で、そういう噂も立っちゃう困るってなって、うんうんうん、貸してもらえなくなった。なるほど、いいお話でしたね、はい、はい、じゃあ次、うん、ダーレン・アロノフスキー監督のマザー公開中止の真相は、うん、どうなんですか？いい、全くわかりませんね、うん、なんか類推できます？いや、わかんない、見てないから、どういう内容の映画かもわかんない。それ何年の映画だっけ、マザー？マザー何年ですか？2017年です、ね、もうほら、僕もさ、業界で買い付けにも行ってないし、うん、その遊びにも行ってない時だからちょっとわかんないですね、うん、なんか調べますか、佐藤さん、でかい顔で描写が激しいんですかね、うん、どうなんだろう、ちょっとわかんないな、うん、ちょっとこれ、お時間いただかないとすぐに、うん、で、これはちょっと佐藤さんへの宿題ということで、じゃあ次、はい、蓮見茂彦先生にお会いされたことはありますか？ないです。僕蓮見信者でもないし、あ、私もないです、うん、だからよくトークショーとかね、行けば会えたとは思うんだけど、うん、あともしかしたらその何かの会でお話しすることもできたかもしれないけど、もともと別に蓮見先生、まあリスペクトはしてるけど、うん、すごい別に思いとかは彼に対してはないので、うん、淀川先生は？で、この話前にしたよね、うん、淀川先生に何度もお会いしたことあるし、あの、つねられたこともありますし、うん、俺、蔦谷さんがイベントで淀川先生呼ばれた時に、うん、見たってだけですけど、うん、しかないです。何度か怒られまして、つねられたりもしました。うん、じゃあ次、先生はね、ね、まあ、三大映画祭あるじゃないですか。はいはい、カンヌ、ベネチア、ベルリン、うんうん、はい。この映画祭のコンペに入るためには、どのようなプロモーションをやるんでしょうか。これはコンペに入れるのは結構大変ですよね。うん、
まあ、もともとアジア圏の担当者が下見に来るのが、映画祭の何ヶ月か前にあって、まずその各社の外国映画を担当し、外国に、外国に対する、担当してる方が、そのまず日本を含めたアジアの担当がいつ日本に来るのかチェックして、その社にきちんとその見せたい映画を見せるってことがまああるよね。あとやっぱり監督のつながりがあれば、直接向こうの事務局と、まあ、それなりの責任の方、ディレクターと、この監督の新作があるんだけどみたいな話をしてお話していくことは可能だと思うんですよ。まあ、そのだから無名な監督なのか有名な監督なのか、各三大合祭が欲しがる監督なのか、知らない監督なのか、まあ、それによってそのやり方は変わってくると思うよね。あとあのセールスカンパニーを決めて、うん、そこにプッシュしてもらうとかっていうのがありますよね。もしだから自社でセールスしない場合、ワールドセールスをしなくて、でもこれはやっぱり有名な監督じゃないと無理だよね。有名な監督なら逆に例えばワイルドバンチとかね、うん、まあ、ワイルドバンチは映画祭と仲良くないから、うん、だから、うん、私はかつてクロックワークスの時はホルテシモとバウターにやってもらって、うんうんうん、まあ入ったことは、ね、まあ、それはあるよね。バウターは映画祭と仲がいいから、でもそれは結構有名な監督でしょ。まあそうね、三池さんとか。そうですね、だからそのぐらいだと別にバウターに頼まなくても映画祭と直接交渉でもできる。多分クロックワークスが直接映画祭に窓口がなかったからバウターを通じて頼んだんだと思うんだけど、まあ、でもそれ初期の頃ですね。だから多分、うん、後からはだんだん作品もいいのになってきたんで、うん、直接営業して、まあ、ほら各社に外国担当で伝説的な某アスミックエースには某さんがいらしたじゃないですか、うん、だそういう人だと、まあ、直接映画祭と交渉できるから、ね、有名な監督なら別に、うん、交渉できるよね。見てくれるって、うん、そのなんかプロモーションするっていうより作品が良ければね入りますし、いやこれはなかなか難しいよ。だってまず見せることができないと無理だから、うん、そうそう、最初は見せられないよね。アジア担当の人がいつ日本に来ていつ見せるかっていうスケジュールを把握して、その試写スケジュールに潜り込ませることができるかどうかはね、うん、やっぱりどうしても権力が強い会社の映画を見せることになるからね、うん、最初向こうが見たいって言えば別だけど、でもやっぱり駆け出しの頃に担当から見せろって言われたことはありますよね、うんうんうん、それはあるよね。やっぱ噂聞いて、噂聞いて、ね、それちょっとうち、それはかなりラッキーだと思うよ、ね、うんうん、っていうこともあります、ということもあるよね、まあ、だからプロモーションというかロビー活動になると思うんだけど、まあ、各映画祭 その窓口をきちんとやるってことと、窓口と連絡を密にして、そのアジア担当の試写をする人が日本に来る時期を、把握して、その日本での試写の中にその見せたい映画を潜り込ますことができるか、かつあの向こうのパイプを強くしてその映画の、オファーをしていくってことは重要だと思うんだよね、うんうん、はい、じゃあ次、はい、メタモルフォーゼの縁側っていう映画をシネマサロンでも取り上げましたが、その中でサイン会に、まあコミケに行って再会して、後で家に、縁側にで話をするシーンが土砂降りだったシーンはなぜでしょうか。なぜなの T さん覚えてる。ちゃんと、いや覚えてないんですよね、うん、ちょっと今すぐに答えるのは無理だな、もう一回見ないと無理だな、もしくはその時喋ってるかね。喋ってはないか、いや喋ってない、喋った記憶はない、喋ってないから質問いただいてるのかもしれないけど、ちょっともう一回見ないと答えられない。でもね、やっぱりなんかのメタファーなんですかね。いやちょっと全然そう言われてももう覚えてないですね、うん、ごめんなさい、うん、じゃあ次、うん、ザ・ウーマン・キング、アメリカではソニー配給ですが、うん、日本では配信するなのはなぜなんでしょうか。一つこれちょっと昨日そのね質問先に読んだんで調べてみた、 IMDB で見てみたら、これトライスターの映画なんだよね。なるほど、トライスターだからアメリカはソニーピクチャーズの配給で、多分日本もトライスターなんで、普通でいけば、まあ、トライスターはコロンビア映画なんで、コロンビア映画なのでソニーピクチャーズってことになって、日本でも権利的にはソニーピクチャーズだと思うんですね。でもしこれが普通にトライスターコロンビア と、ソニーだったら、ソニーが判断して、日本で配信をしてないんだと思うんですね、はい、配給をしてない、配給、配信もしてない、配信もしてないんでしょ。いや配信するっていうふうに、配信する、だからあのビデオするみたいな、配信をあのストレートで配信したってことね。で配給しなかったのはソニーの判断っていうのがあると思う、うん、多分回収しないっていうか、うん、だからいわゆるリジェクトしたってことだよね、うん、
コストに見合う配給はできないと、できないとご判断を日本の、あのソニーがしたんじゃないかと。まあ、もう一つはトライスターだから、もしかしたらどっかと共同制作してセールスカンパニーが売ってた可能性もあると思うんですね。でそうした場合は日本の各社が買わなかった、配信源だけを履行した、まあそのあたりだと、ね。じゃあ次、ホン・サンス監督のおすすめ映画は、さっきも言ったんですけど夜の浜辺で一人が一番僕はフェイバリット好きなので、おすすめとしては夜の浜辺で一人かな。あとちょっと最初の部分を、油断してたので、うん、もう一回見てみたいなという意味で、なんだっけ、逃げた女房じゃなくて、なんだっけ、あれ、逃げた女、逃げた女、あれは結構面白かったと思うんで、それもおすすめしたいと思います、うん。最初ね、逃げた女とかちょっとと思って、全く課題作品取り上げてなかったですけど、 あれ取り上げなかったんだっけ、うん、ね、俺が勝手に見ただけ。そうです、もうすぐ、ちょっと竹内さん見て面白かったって聞いて、うん、すごい気になって、てかね、面白いのよ、うん、本当にあの癖になるよね、うん。でこれだから前も言ったんですけど、一番最初に見たの、僕はカンヌ映画祭の時にコンペの中に入ってたと思うんだけど、映画館の恋っていうのがあって、うん、でこれ初めて見た時に何これと思ったわけ、うん。で前も言ったけど、その映画館に入るまではある女優さんが演じてんだけど、出てくると別な女優さんが演じてたり、うん、確かしてたと思うんですね。変な映画と思って、あ、これはちょっと商売にならないし、うん、ちょっと僕の範疇外だなと思ってほっといたんだよね。だけど加瀬亮さんが出てる自由が丘で見てとか、他の作品を見てちょっと気になって、で何で見始めたんだろう、その後、あ、だからベルリンに行った時にコンペに入ってたから、その夜の浜辺で一人、これが確かね4本目か5本目だと思うんだよね、本産生が、ここでなんて面白いんだろうと思った。で完全にハマって以降結構見てると思うんだよね。特に最近の作風が好きだよね、僕はね、まあ多分ね、あの小説家の映画とかご覧になって、うん、全くわからないとか面白くないと思われた方も多いと思うんですけど、いや、それは当然のことだと思うんだよね、うん。それは本数重ねると面白くなるんですか、うん、それとも、あと本サンスのその作風がハマるかハマんないかっていうのが大きいと思うよね、うんうん。ハマり出すとちょっと、いや、ハマるとほんと癖になるよね。で今僕一時期あの顧問をやってた、うん、下さん、違うよ、そこはだって取締役じゃない、あれじゃない、執行役員だから、うん、じゃなくてあのシグロじゃなくて、なんだっけあそこ、うん、ほら西田君の会社で、あそこはフィルムメーカーって本出してんだけど、うん、本サンス出したんだよね、はいはいはい。でこの間の亀丸少年さんもお求めになられて、うん、なんか座右の書にしてるみたいですけど、なんかそういうのもね、ぜひ、あの筒井真理子さんが責任編集でね、ホンサンスの本出てるんで、まあ、そういうのをご覧になってもいいんじゃないかなと。ちょっと高いんだと思うんですけどね、多分ね、うん。はい、じゃあ次、はい、あの映画泥棒の CM が劇場上映前に流れるじゃないですか、うんうん、はいはい。映画泥棒の泥棒に会ったことありますか。いや、ないですね。日本はそんな多くないよね。もううちは前も1回シネマサロンでいますけど、あるんですね、うんうん。それで京都府警 あのサイバー対策課から電話があって、うん、これこれこういう人が違法アップロードしてますけど訴えますかって言われて、訴えますって言って、それであの捕まえたと思いますよね、うん。結構ニコードとか YouTube とかに勝手に上げられてる例はあるけど、あの四六時中そういうのを止めてるので、うんうん、それはあのどんどん止めてはいます、うん、いましたよね、会社はね、うん。あとあの黒帯っていう映画で、これも言ったかもしれませんけど、うん、あの空手の映画なんですけど、うんうん、あの実際に本当に空手家の方を起用してるんですね、うん、で主役として、で結構その空手協会 の、うん、あのまあ不況で海外にもよくいらっしゃるんですけど、佐藤、うんうん、さん、いやこの間ここここに行ったら黒帯すごい面白かったって言われましたって、え、そこ売ってませんって言って、でも何で見たかわかんないもんね、うん、YouTube で見たかもわかんない、 YouTube だと思いますね、うん。だから違法アップロードされた YouTube を見てる可能性が、まあやっぱり中国とかロシアとか、うん、一時期韓国も多かったですけどね、うん。でも韓国はやっぱり韓国映画界が発展していくのでなくなっていったけど、まあ中国とかね、うん、中国はほらもともとその全世界のなんて言うんだっけ、あれ著作権協会に入ってなかったから、まあもうどんどん作ってましたからね。あとニューヨーク行くとね、街路でその通路から撮った映画が売られてますよね。え、知らない、知らない、本当、こんなあのカバンに
いっぱいその新作、今始まったばかりの新作がいっぱい詰まってるんですよ。捕まんないじゃん、そういう人。捕まるからカバンをピャッつって持ってくんだよね、あの警察が来ると。もうだから今もいるんじゃないかな、ニューヨークの街路とかでよく。でもそれ撮ってんのはどこかわかんないですよ。なんか香港でね、うん、そういうビデオ CD 売ってたのはよく。いやもうニューヨークでも売ってましたよ、それ散々。でも大体通路から撮ってるから買ったらダメとかそういうのも結構多かったみたいで。俺中国がね、うん、その自社あの自国開発コンテンツをどんどん作り始めて、うん、それがヒットし始めると、うん、規制するんじゃないかと思うんですよ、うんうん。でそういう違法に売ったやつは死刑とかってなれば、うん、中国ではなくなります、ね、うん、なくなる可能性ありますよ ね、 ぜひ、まあ、韓国もやっぱり韓国映画界が発展して国が韓国映画産業を、まあ、その外貨の、まあ、集めるのにね重要だって考え始めて、まあ、プサン映画祭とかを作っていったりした時にやっぱどんどんなくなっていった例はあったと思うんで、それはあると思いますよね、うん。で同じ映画泥棒の CM に関してなんですが、うん、CM どんな CM を作りますか。いや考えたこともない。 T さん何かありますか、あの映画泥棒。考えたこともないですよ、ね、うん、本当。あれでもいいですよね。いい、あれ、なんかダメ、僕はあんまり面白いと思う。全くダメだね。でもなんかもうあれかなりの長い年月使ってますね。そうだね、その前はあのこういう風にね、うちでポップコーン食べながらあの捕まるとかそういうのがあったけどね、うん、なんかもうあれの印象しかないですね。あれはもともと MPA だっけ、 MP なんだっけ、モーションピクチャーズアメリカ、オブアメリカ、 MPOP、 モーションピクチャーオブアソシエーションアメリカだっけ、 MPAA かがやっぱり主導で日本のエレンと一緒に作ろうってことになったんだよね。うん、自分だったらもっとリアリティあるやつにしたい。でもそれだと多分作りにくかったんだと思うんだよね。だからそのちょっとウィニーみたいな、あ、映画のウィニーみたいな、なんか今だとそういうのになりそうですね。そうそうそう、でほらなんかちょっと自宅でねガーッと作業してて、うん、警察が踏み込む。いやまあだって今のポップでなんかあんまり犯罪感がないんだよね。普通に CM のように自然に見ますしね、あんまり。あれの方がいいんじゃない、今のほら、なんだっけ、あのなんだっけ、あいつ、あれ小杉とかが、ブラマヨ、はいはい、が今、大麻のをやってんじゃん。はい、やってますね。あんな感じの方がいいのかな。お前、そんなことやったら人生壊れんぞとかさ。あ、そうやってんだ。今やってる、大麻のね、うん。俺だから、ほんと警察がガーッと乗り込んできて、うん、実際にガチャって手錠をかけて、バーッと引っ張られる。でもそんなケースはまずないっしょ。だからそれは誇張してね。いや誇張っていうか、まあだからあれだよね、うん、まあ僕はないな、うん、それであの訴訟額100億円とかね、ないから。でも YouTube で金何億円かで訴訟されてました。あれはだって映画泥棒と違うから、ちょっと違うけどね、うん、誇張して、ちょっとじゃだいぶ違うから誇張して、うん、はい。じゃあ次と築地に松竹さんがおっしゃられますが、松竹さん以外東映さんがあるよね、うん、東映のセントラル、東映ビデオさんが築地ですね。あの築地から銀座にかけて、銀座有楽町にかけて、ね、いやいや築地にある、うん、築地にあるじゃん、うん、あの電通の隣、はいはいはい、だから、うん、だからそのこの間打ち合わせで行きましたけど、ね、おお、はい、まあ あとはなんだっけ、築地にある映画会社、まあでも電通も映画会社といえば映画会社、まあ、うん、まあ、築地に行かれたから築地をあるのかなと思われたんでしょうけど、うん、まあ、あの銀座にはいっぱいあるじゃないですか。銀座はもちろんいっぱいあります、ね、大中ね、まあ、東映本社、東宝本社、うんうん、あとどこだろう、東映、東宝、あとなんだ、あとはほらちっちゃいとこも、ちっちゃいとこどこ、ロングライドさんとかの辺じゃなかったっけ。ロングライド映ったよね。あ、そうなんだ、うん、今は銀座じゃなくて、うん、あっちの先だよね、うん、あとオデッサさんとかも銀座だね、うん、あとはコムストックさん、東銀座だったのが、あ、うん、コムストックさん今築地だ、うん、あ、そうなんや、はい、うん、まあまあ、あの近辺は結構ありますね、うん、多いですね、はい、うん、じゃあ次、うん、営利番号が、うん、あの営利のチェックマークにこう投資番号がありますけど、あれ投資番号なんですか。いやそれはちょっとよくわかんないな、うんうん、あんま考えたこともなかったし、ね、うん、じゃあ一番は何だったんだろうって、それはどうなんだろう、うん、どっか飛んでるかもしれないしね、う
ちょっとそれは言明できないです僕には。映倫を通らなかった作品は過去に、いやいっぱいあるよそんなの、過去に経験されてます。いやうちはないよそら、うちはじゃない、僕がいた映画会社はないです。ない、私も経験はないですね、うん、だって R18 だっても R18 っていうレーティングにはなるから映倫、うん、の審査、いやだから映倫審査を通してないのは、うん、そのお金がかかるから払いたくないっていうインディペンデントの日本映画か超インディペンデントの外国映画しかないと思う。私は超インディペンデントの頃は映倫通さなくて、映倫、うん、通さなくてもいい劇場さんでかけたことはあります。でもそれはないでしょ。だからね、通らなかったっていうんじゃなくて、うん、そもそも審査してない、そもそも審査してないっていうのはあるよね、うん、だから映倫って基本的に間違えてるけど、あれ国の施設じゃなくて、うん、映画業界全体が自粛のために作っている団体なん でだから映画業界全体であれをやりましょうということなので、映画業界にちゃんと属している映画興行会社はあれに乗っ取んなきゃいけないわけですよね。なので映画興行会社の連盟と映画制作会社の連盟が結託して、結託っていうか一緒に作ってるのが映倫っていう機器なんで、まあだから映画業界にとっては自主企画なんだよね。そうです、自主規制をして、うん、だから基本的に興行組合に参加してない映画館ってないわけよ、うん、まあ、かつてユーロスペースがね、うん、参加してなかったけど、うん、それ以外は基本的に映画興行連盟に、英連 ね、 英連ね、いやいや英連は映画制作者の連盟だから、高連か、全高連だ、全高連、全国映画興行連盟か、全高連に入ってないと映画かけられないので、だから例えばホール上映とかね、そういうのあって、かつてそれで問題になったのが、あのほら、なんだっけ、あの春画、春画の映画をホールでかけたことによって映倫通ってないから、それで大問題になったことがあるんですよね。まあそれでも警察に摘発されなければ、警察に摘発されたの、されたんだ、だから問題になったの、映倫通ってないし、でも今だったら大丈夫かもしれないですね。今度だから春画が出てくる映画が上映されるんですよ、それ修正されない、それは R15 で一応通ってるんで、まあ秋に上映されるんでどうなるかちょっと分かんないですけどね、今とちょっと概念がまた違うからね、あの基本的にはだから永遠通さないと劇場がかけてくんないですよ、そうですね、で、あの同じくあのレンタルビデオでビデリンっていうのがあるじゃないですか。はいはい、今ビデリンないよね。ないかな。今映像リンだよね、なんかちょっとあそこもいろいろね、映像分かれたり新しくできたりする、ね、うん、であれもなんか別にそれビデリン通る通らないと、捕まる捕まんないは関係ないですからね、まあもちろんね、ビデリン通っても捕まった人とかもいますから、いやもちろん映倫通って、あの裁判になって大問題になったから、それで以降また厳しくなったってのもあるよね。だからどちらも自主規制団体ってことですよね。そう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 、業界のね、だけど基本的に自主規制団体だからこそ、全高連に、所属している映画館は基本的に映倫を通ってない映画はかけられないことになってるんですね。でも一部でね、抜け道があってかけてるところもありますけど、はい、一応私が把握してる質問以上ですが、あ、そんなもんでしたか、はい、T さん追加で、はい、います。君たちはどう生きるかの宣伝はほぼゼロの戦略で話題でしたが、それ以外の過去の映画でこの宣伝手法には驚かされたというものがあれば教えてください。宣伝手法に驚かされた映画、これアスミックだね。またまた、そんな驚くほどのことじゃない。でスクリームっていう映画で、あの試写会であの途中まで見せて、はい、犯人は誰でしょうっていうのをやってて、あの当時フィルムなんで止めることってほぼ無理なんだけど、それをあえて止めて場内明るくして犯人当てやったことがあるね。え、それで、ね、どうやって犯人当てってどういうことですか。だから誰が犯人、登場人物で ほぼ全部出てきたところから後で止めて、はい、この中に出てきた人の中で犯人は誰ですか、殺人事件が起きてるからね、で誰ですみたいに言うんですか、ね、いや確かに書かせたんだ、でそれ当たったらなんかあれ確か商品あげたと思う、面白い。その日は僕はあの全部こう黒ずくめの仮面かぶって動いてたんで、で MC もやってたんで階段駆け下りたら息切れちゃってもう喋れなくなっちゃって結構大変だった。しかもその日あのほら落語家のなんだっけあの人テレビ出てる、あのほらあそこの一門の
あそこの一番、今なんかプレバトとかにも出てる朝の MC とかやってた、あの人何だったっけ、メガネかけた人、メガネかけた、彼がゲストだったんで、シジャクさん、関西じゃん、そしたら シジャクさんなんかはるか前に死んでるし、分子も違う、ね、関西じゃん、違うよ、ちょっと近いでしょ、でも全然遠いよ、だから関西の人名前が近いじゃん、名前は近くないよ全然。シジャクじゃない、なんだっけ、同じこと言っちゃってるやん、ほらなんだっけ、朝の MC やってた、うん、TBS のほらコメンテーターとかもやってる男子一門の立川流だよ、立川流のあの人、立川なんだっけ、立川、志らく、志らくさん、あ、惜しいじゃん、全然惜しくないんだよ、その志合ってるじゃん、いや志は別に、で志らくさんがゲストだったのよ、うん、それで挨拶したら、うん、いやあんな仮面かぶってるから誰かわかりませんよって言われたんだよねっていうのが懐かしい、それは面白いでしょ、まあ、でも別に大した宣伝じゃないと思うよ、さすがだなと、あれはね止めるのが結構大変なので、どうやったら止められるかっていろいろ考えて劇場とも相談してやったんだよね、昔はなんか東宝タワーの人がゾンビの格好して日比谷公園こうやったとか、いや僕もあのなんだっけ原宿のあそこでバレンタインデーじゃなくてなんだっけあのあハロウィンの日こういう格好してずっと更新してたりはしたけどね、まあいろんなことやめ、ああとポップコーンって映画やった時にセーラー服着てポップコーン作って場内のお客さんにあの配ったりとかしました、セーラー服着たんですか、セーラー服着たあの東急ハンズで買ってきたセーラー服着た、面白い、うん、あのねもうちょっと昔のことだからあれですけど、うんうん、パイっていう映画の宣伝で、うん、パイね、路上にパイパイってこう、でもあんたが書いたわけじゃないじゃん、じゃあ俺は関係ないよ、うん、こうやって書いて、うん、でそれが週刊誌にこう、うん、でこういうなんか謎の字が、うん、警察に捕まって、そうそうそう、でも捕まったのはその現場で塗った人で、うん、指示した人はそれアップリンクだよね、違う違う、川村さんでしょ、あ川村さんか、うん、あじゃあスターサンズじゃなくて当時何だっけ、アーティストハウス、アーティストハウスだ、うん、の K さんは、うん、いや俺は知らない、本当、うん、そうなん、うん、K さんって川村さんってさっき言ったじゃん、まあいいけど、もうお亡くなりになったんで、まあでも時効だと思いますが、そんなに驚愕するような宣伝って、やっぱり基本宣伝ってそんな変わらない中でいかにそのちょっと加えて変えるかぐらいかな、うん、だと思うんで、そんな驚愕した宣伝ってないよね、ドコマックスクリームでしょ、いやいや別にそんなの過去にもやったことあると思うよ誰かが、いやもう初めてびっくりしたかな、当時は、今はねあの DCP だから多分止めようと思えば止められると思うんだけど、当時はプリントだから止めるの大変 でもそのこうスイッチングしなければいいんじゃないですか、管理、いやだって止められないじゃない基本的にプリントって、だからその3巻までかけて4巻以降はかけない、でも普通の劇場であんまりやんないよねそれ、まあね、うん、だからあのその いろいろみんなにアンケートしてる間に4巻目以降でも普通はロングリールじゃん、かけるロングリールじゃん、それをわざわざ、いやだからそれは当時ね結構大変でしたね、どうやったかちょっともう全然覚えてない、そんなのできるのか竹内監督、いやあのそんなのだって言った相談したってその人は分かんないから、すごく劇場と直で相談してるから興行会社と、あれ確か東急さんと相談したんだと思うんだよね、できるかできない、パンテオンかなんかでやったんだと思うんだよ確か、あれいろいろやられて、いやでもあの僕は別にそんなに驚愕する宣伝とかはあんまり考えたこともないし、人がやってる中で羨ましいと思ったのもあんまないかな、お金はかけたいなと思ってたんだけど、後にドリームワークスで16億5000万やった時に、まあ、結構あの満足するだけお金はかけられたんで、そんなに羨ましいと思ったこともないかなと思います。さあ今回の宣伝しない宣伝はちょっと羨ましいな、あれはだから特定の映画しかできないじゃん、できないからね、うん、まあ、前から言ってるように宮崎駿さんとかスタジオジブリか新海誠のアニメぐらいしか多分できないと思うんで、細田守さんとかしかできないねので、まあ、そういう映画を握んない限りは絶対できないと思うので、まああれをできるプロデューサーは鈴木さんぐらいなんじゃないかと思います、はい、このつながり、君たちはどう生きるか、国内興収が50億超えたみたいなので、うん、ジブリ的にはリクープできたのではないのかな、どうなのでしょう、いやまだリクープはできてないと思うけれど、まあ後々の虹とかを今も今勘案したらもしかしたらリクープはできたかもね、うんうん、映画の講習だけだと無理だと思うね、うん、うん、
あれ配給東宝だよね。配給東宝かな。東宝だよね、うん、ということは今仮に50億だとすると、まあ大体25億から28億ぐらいの配収だと思うんだけど、そのうち多分 20% か 30% を東宝が取っていくと思うんだよね。 20% かな今回は、わかんないけど。そうすると5億ぐらい取られるの。20億かな、手残りが。手残りは20億だと、それだとちょっと厳しいんじゃないかな。まだ20億かかってる。もっとかかってる、制作費。うん、もっとかかってると思うよ多分。今回しかも手書きで相当いろんなスタジオから集めてきてるから、人件費も高いし、多分20億じゃいってないんじゃないかと思う、うん、でもまあ回収の目処はもうついてますね。いやだから今も言ったように、現時点で二次使用以降の金額も入れていいんだったら、もうそれはリクープと考えていいと思う。ですよね、うん、あ、それで思い出したんですけど、うん、あの例えば10億で買ってきた映画とか、うん、まあ大体どのくらい講師上がれば儲かるんでしょうか、うん、でそれはね、基本的に映画単体として考えたら、二次使用以降どのぐらい稼ぐのかによって、うん、映画の種類によって違うわけじゃない、うん、例えばだから我々がやった映画でいうと、巡り合う時間たちみたいな映画は、うん、劇場講習で稼がないと二次使用以降そんなに儲けられる映画ではないので、当時も10億いったけど宣伝費かけすぎというふうに怒られましたし、うんうん、他社から、うん、あの松竹さんと共同配給だったんで、うん、まあなんかざっくりその買い付けとか制作費の倍はいかないと回収できないかなと思っちゃったりするんですけど、買い付け費の倍、例えば10億で買いました、うん、20億で、うん、まあ自社配給だったら、まあ、10億で買いました、5億かかりました、15億で表に出しました、うん、30億だと15億、まあそうだね、うん、あの単純に物理的に映画だけであの回収するならかかった経費の2倍でしょう、ね、ざっくりね、ざっくり、うん、2倍でそあの手残りが残るので、うん、まあ、もし配給会社を別にどっかに委託してると、そこの手数料取られてそこでもリクープできないけど、自社でもし宣伝配給やってれば半分だから、2倍の興行収入があればほぼ手残りゼロだよね、うんうん、でまあ、あのあと二次用もね、うん、まあまあそれなりに売り上げ上がると想定すると、うん、まあ、そこまでいかなくても回収できるケースもありますよね、うん、つうか絶対回収できるんでしょうね、そこまでいかなくても、うん、はい、バービーの、公式アカウントがキノコ雲を身にまかしたファンアートに好意的に反応して、日本公式が極めて遺憾なものと考えておりますと言って、その後米公式が謝罪というバーベンハイマー、うん、バービーとオペンハイマーかけてね、はい、まあ、これはいかにその国民の温度差、まあ、原爆水爆とかに対する温度差がまあ違うかっていう証左だと思うんですよね。で例えば今までのアメリカ映画の中の原爆の描かれ方も見るなとかね、そういう程度なのよ。だからいかにその教育として、日本人はその原爆の恐怖というか原爆の恐ろしさ、原爆がいかにそのそれにあった被害の方たちがとんでもない被害を被るってことを分かってるけど、多分アメリカの教育は第二次世界大戦を終わらすためにはあれしかなかったんだみたいな教育が施されていて、原爆がその実際どの程度の被害をもたらしたかっていうのはそんなに分かってないと思うんだよね。だからそのビジュアル的にそのキノコ雲をなんかやっぱクールなことだと考える人がいたりしたりして、それを例えばクールで可愛いバービーとかに合わせることをビジュアル的にいいんじゃないかっていうすごく安易な考え方をしたし、最初はそれを向こうの公的な、なんだっけその罠だっけあれ、うん、もうなんか容認したというか、まあそれに追随するようなコメントもしたみたいだけど、まあね、それは当然世にそれ出てけばそうやって批判にさらされて、うん、それは間違った行為であることは分かっていくと思うんだよね。やっぱりすごくその教育の温度差、アメリカだからアメリカの人で心ある人で日本に来て広島行って、あの原爆記念館とかでいかにそれが大変なことだったかっていうのを見たら多分そういう概念は変わると思うんだけど、まあ残念ながらそういう一般認識の違いというのがやっぱりすごく見学があってね、ああいうのはやっぱクールだというふうに、ビジュアル的に思ってしまうような人がいて、そう容認してしまう人がいるのは非常に残念なことながら、まあ、アメリカと日本の教育の違いや、まあ、実際その被害者加害者の、ね、違いでその世の中に通している通念が違うと思うんだよね。あれで
第二次世界大戦を終わらしたって考えてるやっぱりアメリカ国民はすごく多いと思うので、そういうその違いがこういうものを生んでんだと思うんだよね。だけどやっぱ公的にすぐにそれを容認してしまうような、追随してしまうようなことをしたのはやっぱりかなり間違ってるなと思うんだよ。これはやっぱりちょっとかなり勇み足がひどすぎたんじゃないかなというふうに僕は思いますよね、うん、まあそのね、被害の実態とかはでも日本人は大体知ってますけど、うん、原爆資料館とかに行くとやっぱ違いますからね、うん、だって今年だよね、あのな G7 かなんかやって、うん、首脳陣がみんな原爆記念館に行ってすごいショック受けてたよね、みんな。あの映像を見ればもう手に取るように分かるじゃん、あの表情の違いとか。で 彼らみたいな首脳陣でさえその原爆の本質は分かってないと思うんだよね。キノコ雲が象徴的ですけど、うんまあ、あれだけだとほら雲のシルエットでしかないから、うん、その下にいかにね、どんなひどいことがあったかっていうことを、亡くなったり怪我したり後遺症で苦しんでるかっていうの知らないからね、うん、そういう教育も多分されてないと思うんだよね、うん、だからそこがやっぱり大きな間違いで、いやだからこそあの年々ねやっぱり日本を訪れる人が多くなって、外国の方がやって原爆記念館に行ってその惨状を知る、しかもその G7 かなんかやった時に広島で行われて各首脳がねあの原爆記念館でそれを見る、あのそれを学ぶっていうようなことがあって、どんどんそれが広がっていくと多分こういうことも行われなくなると思うんだけど、まあさすがにその一般認識の違いっていうものはこういう間違った方向性のことを容認してしまうってことを生んでるんだと思うんだよ。でホロコーストとかは映画とかにもなってるし、すごく世界的にも、まあ、そういう告知活動もやってらっしゃると思うんですよ、うん、あのまあ、そういう団体があるじゃないですか。で日本はやっぱりそういう広報活動がやっぱり足りないような気もするんですけどね、うん、まあ、それはあると思いますね、うん、まあ、あとやっぱりそのなんだろう、言語の違いっていうね、言語表現の違いの問題も大きいと思うんだけどね、うん、でもほら韓国だったら慰安婦像を作ったりとかするじゃないですか、まあ、韓国の方はすごいやっぱりアピールするのはうまいと思うよね。そういう意味では日本は下手だなとは思うよね。だから全世界に原爆被害者のそういう像とか作ったりとかはしてないですもん、まあ、裸足の弦をハリウッドで映画化すればいいんじゃないですか。あ、うん、まあ、そしたらわかるよね、うん、ハリウッドの映画がいいですね、うんうん、裸足の弦とか別に裸足の弦に関わらず、うんうん、そういう、まあ、原作はありますからね、うん、はい、はい、次です。オッペンハイマーの配給が決まっていないのはお金だけの問題なのでしょうか。これは買い付け権利だけでなく内容的に受けない興行成績の不安の判断も含めてなのか印象を聞きたいです。取材された佐藤さんどうですか。なんでこれ答えられないっていうふうに言われたんでいやそれから類推するとまあいくつかあると思うんですけど、やっぱり日本で原爆の映画をやるにあたっては多分内容を確認しないとちょっとその不謹慎になるとかかなり過激で、あともしかしたら表現が間違ってるっていう可能性もあるんじゃない。で、ま、間違ってるかどうかをはっきりさせてからっていうのは試写してからじゃないと判断できないとか、うん、あとそのどなたでももう判断したよねきっと、したと思います、うん、でも私が聞く限りまだシネコのブッキングは行われてないし、うん、配給がどこかも決まってないって聞いてるので、やっぱり結構微妙なのかもしれないですね。もしかしたらね、描写がかなり過激なのかもしれない。なんか外国にオッペンハイマーを見に行こうという動きもあるみたいですね、各人に、うん、オーストラリアに行けば見られるんじゃない。だって韓国はもう見られるのかな、まだかな、うん、韓国にで見られるんだったらすぐ行ってみてくるってもあるよね、うん、あとそのまあ終戦記念日とかに近いタイミングでやるのも、うん、ちょっといかがなものかみたいな配慮もひょっとしたらあるかもしれない。まあいろんな逆風を想定した時に、まあ、リスクのないところでやるかリスクがあるからやんないかっていう考え方を持ってるのは確かだよね。でその割にまあまあ金額は高いと思うんですよ、うん、もちろんね。そうするといやこれ回収できんのみたいな判断もひょっとしたら、うん、商売的に難しいのもあるだろうということ、うん、だからしょうがないから金額がどんどん下がってくればどっかで手を挙げる人はでも基本これメジャーじゃないんだっけ。
ユニバーサルさんですね。メジャーだよね。じゃあ基本的に無理だよね。トワさんとかがリジェクトとか、ね、リジェクトした時にどこが扱うかでしょ。なんかね、シネマサロンの試写でやってくれる。いや無理でしょ。オフ会上映でどうですかって。顔のでかい佐藤さんはできないですか。無理です。無理に決まってるじゃないですか。1万人全員来てもらわないと東京ドーム支社とかでやらないと無理ですね。いやそれでも無理でしょ。もし1万人来るっつったらどうすんのよ。だってできないでしょ。お金いただいて。いや金ないな。金の問題じゃないでしょ。ない、ね、はい、いやできないんですよ。分かってますよ。最初からそう言えよ。じゃあ分かってますよ。はい、オッペンハイマーの買い付け額が1ミリオンから10ミリオンだと国内興行収入はどのくらい欲しい感じ。まずそんな1ミリオン2ミリオンじゃ、まあ、普通に言っても買えないですけど。そうですね、うん、まあ、仮に1ミリオン2ミリオンだと2億ってことでしょ。そうですね、まあ、3億、2億円で買ってくるってことは、まあ、宣伝費3000万から仮に5000万、5000万仮にかけたと2億5000万じゃない。そうするとまあ大体、まあでもだから5億円ぐらいの興行収入が上がれば余裕で回収できますよね、うん、とりあえず二次市場以降考えればそんなにリスクはなくなりますよね。でもそんな2ミリオンで買えるようなもんじゃないですよ。だから仮の話だとすると、さっきちょっとお話したように買い付けプラス宣伝費の倍ぐらいいくと、まあ、回収の目処を立ちますよね。多分20億とかもでも買えないんじゃないこれ。そうすると40億いくのかっていうと、ちょっと厳しい、ね、これは厳しいっていうか、まあリスクがどんどん上がってきますよね。行くかもわかんないけど、だとするとやっぱり値段的な問題で決まらないのかもしれない。あとだから実際に興行をし始めた時に、まあ、国内のいろんなリアクションがあった時にね、まあ、上映中止とか、うん、あの上映の規模を小さくしなきゃいけないとか、そういうのがあった時にどんどんその商売の先行きが暗くなるじゃない。それはだから結構リスクとしては考えてると思うんだよね、うん、そうするとさっき言ってたその想定興行収入も上がらなくなる可能性があるよね。そうするとその最初に描いていた絵図であるある程度の興行収入っていうのが、うん、ともろくも崩れてた時に全然商売は立ち行かないってことになるよね。ちょっと覚悟をして買い付ける感じなんですかね。だからそれをリスクと考えた時にはちょっとできねえなと思ってる人が今、現存してんじゃないかってことだよね、うん、先日ラース・フォントリア監督の方のキングダムを鑑賞したのですが、時間が長いこともあり鑑賞料金が割高だったのです、うん、面白かったので文句があるとかではないんですが、うん、そもそも作品ごとに映画の鑑賞料金がほとんど一律な理由はあるのでしょうか。まあ、基本的にはだからあれだよね、あの、まあ、法律違反でないなんていうのあれ、まあ、カルテルっていうか、うんうん、だよね。だから独占禁止法違反に問われてもおかしくないぐらいの、まあ相談されてる料金ってことじゃない。で問題は多分その上映時間が長くなると、通常でいけば2本分の絵がかけられるときに1本しかかけられないから、その分あなたちょっと高くするわよってことだと思うんだよね。だから仮に、短い時を1000円とか一律1000円とか800円とかに入場料金を設定するケースもあって、それは純粋にその映画の内容とか、制作費がどうとかじゃなくて、劇場でその映画が占有する時間が2本分だからとか、うん、0.8 本分だから安くする、2本分だから高くするって、それ物理的な問題でお金を高く取ってるってことだと思うんだよね、うん、でもなんか50分以下の映画は安くなるケースもあると思うんですけど、うん、なんか60分以上だと大体もう普通の一般公開、うん、でもたまに1200円均一とかっていうこともあるよね、うん、その逆で2000円均一とかもあるし、うん、2500円とかもあるしね、うんうん、特別上映とかね、うん、まあなんかいろんな事情でお金がかかってるとか、うん、だからまあ大体決まってますけど、厳密に言うと、ね、自由に決めても別に問題はないわけですね。興行会社さんと調整さえつけば。そうね、うん、それはあると思います、うん、なんか今度ある作品で20分の作品を800円でやろうと思ってらっしゃるみたいなことを聞きました、うんうん、まあ、そういうことは今までも例にいっぱいありますよね、うんうん、はい、最後です。各テレビ局で映画を放映していた時、同じ作品でも局ごとに吹き替えの役者が違っていました。その場合、放送後の絵の素材や音の素材はどこが管理するのでしょうか。絵の素材は介して音の素材は局が管理ということになるのでしょうか。それもいろいろケースバイケースだけど、昔はそのね、各局と契約してる劇団とかがあって、
そこの俳優さんに、吹き替えをお願いしてるってケースが結構あって、例えばだからチャンネルごとに、例えばジョン・ウェイン、ナヤゴロウさんがやるときと小林なんだっけ、あの人ウルトラマンの隊長やってた小林、あいましたね、小林なんとかさんがやるケースとね、うんうん、あと例えば後発の水曜ロードショーは、まあ、俳優座と契約したんでアラン・ドロンがね、うん、野沢那智さんでも堀井勝之助さんでもなく、ね、俳優座のなんとかさんっていう俳優さんが吹き替えとかをやっていたりして、あと NHK は、結構有名な俳優さんを使うのが好きだったので、例えばピーター・ホークが小池浅尾さんだったり、デニス・イーバーを、なんだっけシド・ジョーさんがね演じるとか、そういうこともあって、各局結構その契約している、その、まあ、昔は声優ってのいなかったから、うん、割とその劇団と契約したりするケースが多かったんだよね。劇団の若手が結構その吹き替えをやるっていうケースが多かったんで、で声優っていう専門の声の声優さんが出てきたのは、日本がやっぱり圧倒的にアニメが多くなったせいだと思うんだけどね。だから特殊、世界で声優っていう商売があるのは多分日本だけだと思うんだけど、いうことですごい特別な、その日本の特有な状況があるっていうのがまず前提としてあって、だからその各局の、その音素材で、基本的に音素材ってどう作るかっていうと、もともとだから日本のテレビ局がテレビ放映権を得た時に、その放映権がもし日本の会社から買ってんだったら、日本の配給会社から買ってんだったら、日本の配給会社から、音の素材と絵の素材をもらうわけだよね。で多分自分のとこでミックスをするわけ。ミックスっていうのは絵を流しながらこの絵に音を入れていくわけで、昔はすごくいい加減だったので、有名な西部劇の音を勝手に西部劇に入れ込んだりしてたわけ。だからあの有名な、曲が、三流西部劇に超一流西部劇の音楽がかかったりしてたんだよ。まあテレビの場合はほら1年間で契約してるから、そことまあ、勝手に音を使ってたりできるからね。だから特有な、向こうからすごいいい音素材が来ないケースもあって、日本で効果音とかを足していかなきゃいけないケースもあったわけで、それで日本では結構オリジナルで音を入れていて、でさっきも言ったように各局で契約している劇団が違ったりして、声優さんが違ったりする。で、まあ、お金がない時は前に、例えば、テレビ朝日が作った音素材を、まあ、例えばフジテレビが使いたいから使わせてくれってことで多分使用料払って使ったりもしてたと思うんだよね。で今は割とそのどっかが作った音素材をなんだっけ DVD になんか初オリジナル放映音素材みたいに使ったりするじゃない。で今亡くなられた声優さんとか吹き替えてる音素材があれば、それを収録してそれを売りにして売ったりするケースもあるよね。だからその時は当然その現権利者、日本で作ったその元に払ったり、まあ、当然その声優さんには二次使用料を払って、その音源を使ったりしてるってことはあると思うんだけどね。だから国内の権利を持ってる人が国内向けに制作をして、そのマスターを権利を持ってる人が管理してるっていうのが一番多いんですかね。でもあれってさ、本来僕テレビ局のことはよく知らないけど、基本的に日本で配給会社は、いろいろ作ったものを返さなきゃいけないじゃない、うん、あれテレビ局が作った吹き替え版っていうのは返さなくていいの？マスターを返さないといけないでしょうね、映像マスターは。うん、もちろんね。だけど音素材は、音声マスターはこっちでオリジナルで作ってるので、うん、逆に権利は作った人たちに帰属すると思うんですよ。本当に、うん、でもじゃあ字幕の場合はさ、向こうに言われたら渡さなきゃいけないじゃん。渡さなくていいこともありますよ。いやいやいや、でも基本的に権利は向こうが持ってるから渡さざるを得ないんでしょ。でも字幕も、うん、オリジナルで作ったところに、うん、著作権が帰属するので。え、しないよそれは。著作権は帰属しない。隣接権は隣接権、うん、は所属するかもしれないけど。だからパブリックドメインになった映画も、うん、昔の字幕を勝手には使えないんじゃないですか。いや、そしたら使えんじゃないの。いや、だからそれこそ許諾して OK にならない限り使えないので、うん、パブリックドメインの映像に新たに字幕翻訳してつけるケースの、まあ、それは多いと思うね。だけど基本的にもし現権利者の権利が残ってれば、字幕の使用権は向こうから絶対に
新しい会社に渡せっていうことになると思うんだよ。それでいつも揉めんだよね。なんでうちが作ったのに渡さなきゃいけないんだよ。でも権利者のものだから、日本に著作権はないからね、そこは。だからちょっとこれまたケースバイケースで、それでいいよって緩いとこもあれば、あと返さないとこもあるね、フランス映画社みたいに言っちゃったけど、結構もう終わった会社だからいいって思うんだけど、だけど返さないで持ってたら、パブリックデモになったら使えるからね、できるからね、だからそのパブリックドメインの映画はマスターを確保するのが大変なんですよ。ん？どういう意味？どういう意味？映像マスターを確保するのが結構大変なんですよ。だからどういう意味なの？それ意味が分からない。映像マスターを確保する、だってパブリックドメインになりました、 DVD 作りたいです、でもマスターがないじゃないですか。マスターないよね。それを確保するルートがあるらしいんですよ。あるのよ、売ってるとこがあるから、でそっから入手して、結構だからあの渋谷のあそこなんだっけ、何あそこなんだっけ、名画座シネマベーラは結構買ってるよね。買って自分のところで字幕つけて上映してるよね、パブリックドメインの映画を、でそういうのを 16mm だったり 35mm だったり売ってる業者さんがいるんだよね。これなんだっけ元の質問は、それで合ってんのかな答え、吹き替えが各曲ごとに違うのは何でですか、あさっきも言ったような理由だよね、であとやっぱり自分たちで放映するのには制作費があるわけじゃない、自分の番組ね、その制作費で予算が賄えるなら自分のところで作りたいと思うのも人情だと思うんだよね。これってでもちょっと前の話ですか、今も、いや今もそんなに変わんないんじゃないのかな、今って曲ごとに声優さんが違うってことあるんですか。いやもうないと思う、ないですね、勝手にいろんな人を雇ってると思う。そうですね、この作品の吹き替え版って言って、いやでもこの作品の声優ってことで、あのそれが売りになるじゃん、放映の時に、ね、視聴率を増やす要因になるよね、だから自分のところで作りたいねっていうのがあるわけで、まあ、あとはその予算の問題があって、そういう有名声優さんギャラが高いんで、あのまあ配給会社提供会社と相談して今回はこの人でいきましょうかっていう違う声優に変えることもあります。あるある、あるし、いろいろ、まあ、だから前の二次使用料を払って、た方が安くいい声優さんの、使える時は前のどっかが制作した吹き替え版の音源を二次使用払って使うってことだと思うんだよね、なるほどです。はい、以上です。はい、はい、竹内さん何かありますか。今日はないですね。じゃあ、 あの8月じゃないや、上半期のフェイバリットを、8月第2週第3週か、3週です。なのでアップは真ん中から後半にかけて、で一応上半期と言ってるけど7月の公開作品まで入れたいと思ってるので、2023年の1月から7月までの上映作品でフェイバリット、はい、でこれは日本映画外国映画過去もやるの、そうですね、過去旧作もやる、はい、じゃあこの3つの部門で、それぞれのフェイバリットも、収録したいと思います、楽しみにしててください、はい、皆さんのフェイバリットもよろしければ教えていただければ。あと質問もねかなりたくさんいただいてるんですが、引き続きお待ちしてますのでお寄せいただければと思います。はい、どうもありがとうございました。